ただいまですね、あのアマゾンプライムで銀河英雄伝説のその舞台を見たんですよ。これね、2時間半ぐらいが、まあ、一挙公開アマゾンでされてますんでご覧になるといいかと思いますけども、うん、やっぱり私なりにね、これはね、銀河英雄伝説のストーリーをしっかりと知ってる人じゃないと、まあ、ある程度しか楽しめなくなってるのかなと思います。何も知らない方がね、この舞台に行くってことはほとんどないと思いますけども、そういう方がもしね遭遇してしまったら退屈極まりないんじゃないかなと失礼ながら思っちゃいますよね。やっぱり舞台であの大宇宙をバックに演じるスペースオペラをやるのには限界がありますよね。まあ、そういったのも込みでストーリーっていうのは再構成されてるんですけども、やっぱりね、舞台の上でセリフをただ言うだけのこの繰り返しシュプレヒコールの連続になってしまってるんですよ。でもここでちょっと気づいたことがあるんですけども、このね俳優陣っていうのは NG が基本的に許されないですよね。これはすごいなと思いました。あのアフレコをする声優さんですら NG があって撮り直しっていうのはまあまああるわけですよ、ね、でも舞台に出ると口がもつれちゃったとかね、それからなんか噛んじゃったとかっていうのは基本的に許されないですよね。その中で高い緊張感を持って演じ続けた俳優陣、それから脚本演出、皆さんのご苦労はこれはすごいなと思いましたね。まあ冒頭いろいろ言いましたけども、この銀河英雄伝説っていう舞台はやっぱりね、様々な発見をもたらしてくれました。やっぱり見てよかったと思いますし、一人でも多くの方に見ていただきたいなと思うわけですよね、うん、それぞれの配役もよく考えられていて、よくねこういうのって誰が誰だか分かんなくなっちゃうんですけども、一発で覚えれるようなセリフの言い回しですとかね、それから声優さんに寄せながら演じしているところもあったりとか、人間関係もあれだけ複雑な人間関係が分かりやすくまとめられていた、すごくいい、まあ、舞台だったんじゃないかなと思います。本当に皆さんお疲れ様でございました。もうね、この舞台見てよかったですよ。